こんにちは。お疲れ様です。即課塾の久保です。今回の舞姫大学特別講義は、山を所有するだけで不労所得という話でございます。ね。山って、特に利用価値ないですよね。ここ数年間の間で山が売れた例っていうと、その、一人キャンプをするためにね、もう山を買っちゃえみたいな感じで、30万とか50万で買える山っていうのがあるわけですよ。で、おおむね100万以下で買える山っていうのを買って、 そこに自分なりのキャンプ場を作ったりとかね、なんか山を楽しむための、なんか DIY をしたみたいなのがありますけども、実は山って勝手に建物ね、自分の所有物であっても建てることができなかったりするんですよ。その辺を考えていくと、山っていうのも奥が深いなと思うわけですけども、今回はですね、私が実際に不動産事業に関わる中で、一つのね、不労所得に気づいたってことなんですよ。 まあ私が気づいたっていうよりも前々からやってる人が結構いたんでその人に話を聞いてそんな稼ぎ方のあったのかっていうふうに気づいたことなんですけどねそれは私たちの使っている電気電気ってのは発電所その送電線っていうのは高い鉄塔を立ててそこに高圧電流を流したりとかして運ぶ例が多いですそういうのがね 山をこう越えてくるっていうところは、多分新潟でも私たちの町広島でも日本中にあるんじゃないかなと思います。で、それは街中を貫いていくというよりも、山林を貫いていって変電所などに、えー、まあ送送電されるんですよね。で、その変電所から各家庭にこう供給されるっていうのが一般的な例だと思いますけども、今回その電柱設置量ってのはどういうことかっていうと。 自分の持っている山奥の山とか通常何の資産も生み出さない山に送電線の鉄塔を建てさせてくれみたいな話なんですよでこれっていうのは昔から実際にその所得を得てる人がやるんですよねそれがだから電柱設置料ってやつなんですよもちろん街中の土地に何らかの形でね送電線を引く必要があればその街中の比較的高い金額の土地にそれなりの金額で 収入が入がっっててくるってことになりますでもおおむねほとんど9割ぐらいが山奥の山林ですとかあそういった普段人が立ち入らないところを電力会社が所有するもしくはオーナーさんにお話しして賃料を払う形で鉄塔を建ててるんですよね。まあ、それが、えー、電柱敷資料ってやつなんですけども。 これはですね、ちょっとメモってあるのを読ませていただくとあの電柱敷地料の仕組みですけども送電線の種類とか本数土地の形状立地条件などによってやっぱり異なるわけなんですが一般的に1本あたり年間数百円から数千円の賃料が入るってことなんで実はあんまり儲かんないんですよね儲からないんですけども1つの自分の土地に何本も送電線ってのをね引くための 鉄塔が立つとまあ、儲かるよよって話なんですよただそんなにね、やっぱり山のコストってのもありますんで、うはうは状態にはならないんですよ。その辺うまくできてるもんですよね。で、実際に、えー、そういった不労所得と言えるようなものが存在するんですけども、まあね、結構ね、儲かるかって言ったら儲かんなくってあの、一回テレビでね、それによって練習1000万を稼いでるって人が取材されたことが、 あるんですけども、年収1000万は1000万でも、その方がどのぐらいの規模でね、えー、賃貸料をもらってるのか、そしてそれに対するコストっていうのはそこでは語られてなかったんですよ。でも実際にかかってみるとそんなに儲かんないんですよね。うん。まあ、いいところ、年間で30万ぐらいの所得を得てるっていう例とか、まあね、1万円前後っていうのが一番多いんじゃないかなと思いますよね。 で、数百万を得ている人っていうのはなかなかいなくって、そういう人っていうのは相当な、あの、数を契約してるってことになりますので、あっちこっちにね、日本全国にその山の所有権とかを持ってるんだろうなと思います。それはそれで結構ね、不労所得じゃなくって、山を管理するためのコストとか、労働っていうのが発生しますんでね、結構忙しいんじゃないかなと思いますよね。え、ということでね、あの、メリットばっかり見るんじゃなくて、デメリットを見なければ、ネットビジネスもできないよってことです。 ネットビジネス。確かにね、YouTube など、インターネットのツールを使ってね、不労所得を稼いでるみたいな表現はありますけども、そもそも不労所得って動画も更新しないし、ブログも書かないし、Twitter もチェックしないってことも込みなんですよ。うん、でもそうすると、その不労所得は得れないわけですから、結局は不労所得ってのは、不労長寿の薬みたいに、なんかある側面から見たら正しいんだけども、全体的に見たら、 まあ、パーフェクトにそうとは言えないよねみたいなもののキャッチコピーなんじゃないかなと思いますけどもねどのようにお感じになったでしょうかそれではいってらっしゃい。